外液剤を塗っていきます。ランタをリズムよく、化粧剤を全面的に効きます。変化をつけるために。違う、大粒のやつが。はい、完成です。はい、OK。個人邸で、ガーデンリメイク、全部撤去して手のかかんない植物を楽しんでいける空間にしたいと思っております。以上乾いたんでベースモータルが、だからこっちの仕上げをやっていきます。ちょっとポイントに、ここの石を貼っていきたいと思ってます。この石でそれをカットしたやつ、だから引き砂利とか、こういうふうに埋め込むとか、いろいろ使い方はあるんですけど。そうです。圧着セメントです。次はですね、壁の仕上げとしてヨリパッド、外壁剤をこう塗っていきます。そうです、これをもう全部ちょっと壁に、建物に合わせた形でこの色を使います。もうちょっと今明るいですけど、ちょっとそのうち乾いてくると若干白っぽく、外壁、壁とか室内関係とか防水効果もありますし、全面に塗っていきます。乾けばね、乾くまではちょっと流れちゃう。これ水で水性なんで、乾く前に雨に当たると流れちゃいます。全然もう逆に水は弾いちゃいますという感じです。ちょっと一度薄くなります。これ今濡れてる状態だから濃いですけど、
って色がついてるやつはね、白とかああいうのはもうあれですけど、ちょっとセリがなくなる、まあ、こうセリがありますけど、いつもね、嫉妬遮断、まあ、荒くやるっていう、全然、まあこれがあれはうちの表現になっちゃってるから、でも小出ローラーで柄をつけたりありますけど、うちの場合は大体固定のこの感じで、コテでもあもう粗いっつうか、平和をですね、これからちょっと聞きたいと思います。そうですね、あの300と300と600という長さの以上使いました。それで進めていきたいと思っています。最後にね、プランターを設置して、でっかいの、いつもでっかいプランターを表面にドンと置きます。で、このプランターもう一つあるんで、大きさ、それは一応向こうにも入れていきます。で、あと小さなプランターを4つかな、それをちょっとリズムよく置いていこうかなと思ってます。これは得意し、水はけが良くするために一番下に入れてもらいます。水はけ。
とプランターを設置して、で化粧砂利を全部全面的に引きます。まあ不純砂利です。これも一応商品としてミックス2ですね、まあ、ちょっといろいろ入ってるやつですね。で丸じゃなくてカチ割りのやつで何色か、まあ、4、5色入ってるやつですね。それでちょっと砂利の関係で違うちょっと変化をつけるために違うちょっと大粒のやつで入れます。そうそう、ちょっと変これ全面的よりはちょっと変化をつけるために、はい、完成です。はい、OK。これで完成しました。こんな感じですね。あの相当したやつを。お客さんの横でそんな高くしないで、全部既存の樹木は撤去して、まあ砂利とあの鉢の組み合わせで植生で構成的にこういう感じ。もう鉢の中だけですからね。まあ、砂利の下は全部、防草シートを敷いて、あの、草が、雑草が生えないようにしてあります。まあ、雑草ですから、脇から、ね、一応、ちょっと生える部分がありますけども、もう今までのあれから言ったら、全然、管理が楽になるように。砂利も一応ですね、当初は全部同じ砂利にしようと思ったんですけど、ちょっと、アクセントと、ちょっと奥の方は粒が大きくてピンちょっと鉢に近い色ピンクでそういう形のやつをしました。であと周りは土留めのようにブロック1段と2段にする形で、まあ、上から見たら随分低いようですけど下から見たら全然目線は切れるんで、もう完璧に日が当たるようになって、これもあの耐水あの水を吸うやつね、浸透するやつです。そう、手入れもほとんどで、まあ、できてもいいから、まあ、ある程度季節感のあるやつ、まあ、それが第一ご希望だったんで、
やはり今までの植木でしたら年間1回か2回手で行かないと、ちょっと落ち葉とかなんかで道路の清掃とかなんか大変だと気使っちゃうんですけど、これだったら別に全然問題なく、そうそうですね、そんな感じです。それでこれで今日は完成しました。